ドイツだと、はい、あのドイツとかう、まあ、アメリカでもそうですし昔から詩、はい、といえばン、うん、をライムするじゃないですかン、はい、を踏むじゃないですか、うん、ほんで、あのー、どんな、ね、ポップアーティストでも、あのーまあ、じゃあ例えばアリアナ・グランデでも誰でもイン踏むじゃないですか最後の最後の語尾同士でもう陰のカルチャーみたいな。 でも日本はそもそも陰ってんだろうみたいな感じで、あと詞といえばどっちかというとまあ季語が入ってるとか、五七五とかね、そういう感じじゃないですか。だからそんなすごい陰のカルチャーみたいなのがそもそもないのに、そしてそもそも英語じゃない当時ね、言葉でラップするのに、そ、そのなんかかっこよく日本語で陰を踏む そっから発明してるわけじゃないですか。それこれ僕からするとす,すげえなって思うんですよね。なんか、相当好きだったんだろうな、みたいな。そんで、相当多分、なんか、まあ、当時もちろんドイツ語で初めてラッパー、ラップした人は結構、ああ、ダセーなって言わ、言われたんですよね。90年代初めぐらいに。ラップは英語だろ、みたいな。ドイツ語じゃダメだろ。って でも日本語だったら多分それ以上言われてたと思います。わかんないですけどね。まあ僕想像ですけど。だからなんか、そもそもなんか日本語ラップというものがこの、この形でそそ存在してて、まあバトルやったり、そんでちゃんとね、ファンの皆さんもちゃんとそういうテクニカルな部分、そのバシってインが気持ちよく、そのハマる時の瞬間とかをわーって盛り上がるんじゃない特,特にバトルで。あ、わかるんだみんなってすごいなんか嬉しくて。 なんかそれ自体がすごいなって思います。